今回は風邪をひかない人の特徴。特徴といっても免疫力が高い人がやっぱ風邪をひかないんですよね。温度差があると外は寒い、家の中は暖かいとなると汗をかいたまんま外に出て風邪をひくとか、お風呂上がりに髪の毛を乾かさずにそのまんま寝て風邪をひくとか、風邪をひく時って何かしらの絶対の原因があるんです。お風呂上がりに髪の毛をさっと乾かす、暑さ寒さっていうのに体が慣れてない、それから食べ物にちゃんと気をつけてない、免疫力を上げるために体が喜ぶ食べ物っていうのは野菜フルーツだったり発酵食品だったり、それから土からなるもの、海からなるものってちゃんと昔の人教えてあるんで、昔の人が食べてるだろうなっていう食事をすると風邪もひかない、免疫力は上がると言われてますので。だって昔の人がピザを食べてたと思います？昔の人がお菓子を食べてたと思います？昔の人がぼた餅は食べてたとしても甘いお菓子は食べてなかったと思います。昔の人が食べててであろうっていう食事をするとまず風邪はひかなくなると思います。私がですね40何年風邪ひいてないんですね。熱も出てないし、インフルエンザもかかったことないし、コロナもかかったことないし、だからすごいでしょって言って自慢してるわけじゃないんです。やっぱり気をつけてます。健康管理も仕事のうちっていう自覚を持ってますので、生放送に迷惑かけちゃいけないとか、仕事に穴を開けちゃいけないとか、責任感っていうのもあるんで、毎日のその食生活、何を食べるかにも気をつけてるし、自分の体が基本重要っていうのは分かってるんで、歩くこともやっていってますし、そこに面倒くさいとか、たまには食べたいもの食べたいとか、もう腹いっぱい食べたいとかいう日もありますけども、そこは仕事の鬼で気をつけて、これを食べたら体が喜ぶかどうかを吟味して食べるようにしています。だからストレス発散とかよく言われますけど、ストレス発散は嫌いなことをやっていくからストレスになるだけで、仕事を好きになればそこにストレスは生まれないんですね。自分の体はストレスを感じないぐらい全てのことを好きになって、何が食べたがいいかなって気をつけるようになって、そしたら免疫力はどんどん上がっていって、風邪もひかない、何をやるのも楽しくなる。そうすると風邪っていうのはいつひいたかなっていうぐらいの状態になります。風邪一つひかないのが本当の健康と言われてますので、健康管理も仕事のうちです。ぜひ皆さんで免疫力を上げて、自分の体は自分が主治医と思って体の健康管理に気をつけてみられると、生活習慣病と言われてますので、生活習慣を変えることで病気はしないんです。若い時だけだったらいいんですけど、年齢がいけばいくほど自分が主治医と思って気をつけていかれた方が風邪もひかない体になると思いますよ。またねー。